じゃあちょっと次のワードいきます。あ、はい、見えます。はい、見えます。じゃあ楽しいです。楽しい。はい、あれですね、好きなのから最初に行くタイプですね。そうですね、はい、楽しい。楽しいは、そうですね、私生活なんですけど、はい、まあ、僕、もともと去年まで川崎にいたんですけど、はい、川崎には川崎の良さがあるんですけど、うん、まあ、あまりその、なんていうんですかね、選手同士でプライベートでどこか出かけたりとか、うん、日頃そのクラブハウスがあって、いつも一緒にご飯は食べているんですけど、はい、どこかご飯に一緒に食べに行ったりっていうのが機会があまりなかったんです。はい、けどその新潟に来てからは、年齢が近いっていうのもあるんですけど、はい、若手選手でみんな練習終わった後は一緒にご飯食べに行って、で温泉行ってみたいな、温泉もなんかそういうランドみたいな、はい、あ、そうです、そうです、はい、でそこに行かせてみんなで一緒に行ったりとか、はい、なんかそういう、普段の生活が今とっても充実して楽しいです。誰と仲いいんですか、一番。大谷選手、はい、はい、僕の1個上なんですけど、うん、その選手とよくいつも温泉行ったりとか、はい、してます。なんか新潟の 名物とか、これ美味しいよとか、なんかそういうのとかって。僕もともとラーメンが大好きなんですけど、はい、長岡が本当にラーメンがとっても美味しい地域で、なんかいろいろな種類があるんですよね。何がベース、ベースというか、まあ、そうですね、長岡で有名なのは、あと生姜醤油と、おー、うまそう、塩ラーメンと、はい、あと背脂が、はい、背脂ラーメンがものすごく有名なんですけど、はい、僕は塩ラーメンがとても大好きで。塩ラーメンね。はい、それが結構じゃあおすすめ。そうですね、はい、とってもおすすめです。じゃあホームアリーナの周りにも結構あったりするんですか、その。あ、ラーメン屋さんあんまりないんですよ。あんまりないんですか、あの辺は。なるほど。じゃあちょっと見てる人はそのラーメンをちょっと食べて感想を、はい、ね、言ってもらいましょう。はい、ぜひお願いします。わかりました。じゃあ次いきます。はい、はい、